ジャズオーケストラの皆さんの素敵な演奏で幕を開けました。ただいまより第3回わらび市民音楽祭のオープニングイベントを開演いたします。さて、このオープニングイベントでは引き続き総勢17名の皆さんで構成されましたレゾナントスターズジャズオーケストラによるビッグバンドをお楽しみいただきたいと思います。それではお待たせをいたしました、レゾナントスターズジャズオーケストラの皆様による演奏をよろしくお願いいたします。
改めまして、蕨市の皆さん、こんにちは。デゾラントスターズジャズオーケストラと申します。音楽によるまちづくり事業ワラオンっていうのが始まって3年で、蕨市民音楽祭も今年で3回目、そのオープニングイベントにもうオープニング演奏を仰せつかりまして、メンバー一同必死で練習してまいりました。で、まあ、練習の足りない分はですね、ネクタイでも揃えれば少しは上手に見えるんじゃないかなと。大人はお金で解決しますね、そういうところ。短い時間ですけれども、最後までよろしくお願いいたします。1曲目お送りしたのは、オープニングの中のさらに1曲目ということで、軽快な曲を I'll Never Smile Again という曲をお送りしました。これ原曲はすごくしっとりしたボーカル曲でですね、まあ、タイトルの通りあまり楽しい内容の歌詞ではないんですけれども、30年ぐらい前に日本人がそれを軽快なテンポでアレンジした、早稲田大学のビッグバンドのためにアレンジしたバージョンで本日はお送りしました。で、2曲目、これはもう皆さんよくご存知の欲しい願いを、ベニューシャポーナスター、ディズニー映画ピノキオの主題歌ですね、これをお送りしました。それでは、時間もないのでどんどん行きたいと思います。3曲目、ビッグバンドの醍醐味でもありますボーカルものを1曲お送りしたいと思います。たった今までそこでトランペットを吹いてたんですけど、勝手にマイクに持ち替えてこれから歌います。坂本悦子です。
素晴らしいの巣なのかなって僕はずっと思ってたんですけど、だから It's Wonderful、 It's Wonderful の頭の I と T を取る書き方がずいぶん前の外国で流行ったらしいです。 It's Wonderful、 坂本悦子をお送りしました。それでは早くもですね、最後の曲になります。まあ最後、まあ、これからわらび市民音楽祭続きますので、そこへのバトンタッチということで、また派手めの曲をお送りしようと思ってご用意しました。聴いて演奏がうまければですね、体が自然と動き出す、手拍子をしたくなるはずの曲です。まあ、皆さんの手拍子がなかったら演奏が下手だということになるんですけれども、ピックアップザピーシーズという曲をお送りします。サックス、アルトサックスですとかテナーサックスですとかピアノのソロが途中で入るんですが、その最初初陣を切るアルトサックスがですね、なんと蕨市役所の職員でございまして、誰でしょうね。その人だけ特別に紹介します。アルトサックス、松永由美子。そこを重点的にぜひお聞きください。それでは最後までありがとうございました。ピックアップザピーシーズをお送りします。
ました。それではオープニングを華やかに飾っていただいたレゾナントスターズジャズオーケストラの皆様にもう一曲お願いしたいんですが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。ちょっと予定になかったんで今から急いで曲を決めます。ぜひ来年のですね、第4回わらび市民音楽祭も呼んでいただきたいなと。レゾナントスターズジャズオーケストラ、ちょっと長いんでですね、黄色いネクタイのバンドで結構ですので視聴よろしくお願いいたします。あ、今そんな場合じゃない。曲決まったね。分かった。今曲が決まりました。すいません、下手なご心配。今後ともですね、蕨市に良いニュースばかりが訪れることを記念いたしまして、グッドニュースという曲をお送りしたいと思います。最後まで本当にもう一曲ありがとうございました。